玉ねぎメイドじゃなくて、猫耳メイドなんだよね。猫耳ゲーマースーパーアイドルメイドなんだよね、マジで。一緒にしないで。野菜先輩じゃねえから。てかこの話したかったね。あのさ、昨日ね、面言で歌枠してたんだけど、その時にたまたま YouTube で、YouTube のおすすめのトップ欄みたいなのあるじゃん。結構あの VTuber の切り抜きとかが出てくるんだけど、そこで、ホロライブ、おぉ、乗るぜ。一緒に行くよ。行くぜー！ホロライブ EL の、アメリアちゃんっていう探偵の子の切り抜きが上がってて、実はあの子、その子と私、裏で一回だけエーペックスしたことがあるんだけど、そう、野菜先輩って呼ばれてる切り抜きが上がってて、もうマジでね、勝ち切れてます。I don't know if I should say, but I also, that the same day, Roboco senpai and I practiced, I also played Apex with another senpai, certain vegetable, if you will. 勝ち切れてます！アクタン、ガチ切れですよ。アメリア！アメリア！はい、アメリア！勝ちくれてますよ。すいません。すいません、すいません。そう、ね、配信外で実は、そう、一回だけね、エーペックスやったんだよ、そう。アメリアちゃんもエーペックスやってて、で、私もちょっと異文化交流してみたいなと思って、そう、ちょっと、はい、アメリアって言って、そう、頑張って誘ってみたら、アクアパイセンって言ってくれて、で、ちょっとだけエーペックスしたんだよね。で、アメリアちゃんは、EN だから、そう、英語圏の子なんだよ。だから、日本語そんなに、ちょっとだけ話せるって感じで。まあ私、まあこう見えても英語喋れないんで。そう、本当に一般教養がないからさ、英語の。ちょっと頑張って、そう、時間の話ばっかりしてたんだけど。Hey, アメリア。What time? It's now! みたいな感じで。How many? 時差とか言って。なんか振り返ってみたら、私時間の話しかしてなくてさ、もっとなんか、他の話すればよかったって、めっちゃ思ったな。やらかしたわ。もっと話せることあったよね。好きな食べ物何ですかとか。What do you like? food? とかって言えたよね。そしたら、いつの間にか、そのアメリアちゃんの配信で、野菜先輩って言われてた。ふふ